はい、どうもはい、楽しいおいしいご飯の時間ですよ。あ、しまった。作ってるところも撮ればよかったな。今日はね、こちらです。ミスター健康食、木島でございます。マルシンハンバーグ、目玉焼き。これは相当おいしいよ。で、このピーマン、玉ねぎ、ブロッコリー。塩コショウちょっとオリーブオイルをかけてあります。そうです、これ塩コショウちょっとオリーブオイルをかけてあるご飯じゃない、ある野菜たちでございます。で、このパンについてはどうしようかな。切ってくればよかったのか。切ってくればチーズ2枚、玉ねぎフライパンで炒めたやつ、ケチャップマヨネーズ先生でやったパンでございます。いただきます。ミスター健康食木島でございます。ミスター健康木島でございます。炭酸水からいきます。炭酸水美味しいね。いただきます。大丈夫だね、ひっくり返しても大丈夫だね。まず野菜からって言いますからね。本当に野菜から食べた方がいいのか、肉から食べた方がいいのか、パンとか米から食べた方がいいのか、正直言います、全く知りません。どれが本当か分かりません。好きだな。うん。七もブロッコリーが好きだ。玉ねぎもいいね。うん。ピーマンは玉ねぎも好きだけど、やっぱちょっと炒めたり焼いたりした方が美味しいな。どっちも好きですけど。いつもはあ、美味しいな。やっぱ電子レンジでチンしてある程度、いつもずっと冷凍しとるんですよ。たくさんっていうか、見た時にあれ食べたいなと思ったの、その買ってきて冷凍してあって、で、スライド式の唐揚げとかさ、そういうのも全部そうなんですけど、レンジでチンして、その後フライパンでカリッとさせたんですけど、今日は冷凍されたまま、美味しいけどね、時間はかかるな。やっぱ一回電子レンジでやった方が圧倒的に早い。ただ今日の場合はこっちがあったから、一度パン焼いて、で、これと一緒に炒めてる玉ねぎを乗せて、その後もう一回焼いてますんで、ちょっとかじったところの断面いきます。断面わからんわこれ。ちょうどいい。ケチャップとマヨネーズ
うん、ちょっとわかるかな。ごめんなさいね、振り返ったところで。ごめんなさい。ピザパンに近いかね、ピザパンに。うん、あ、やっぱ玉ねぎちょっと先に炒めてあるから、これがいいな。うん、やっぱこの分厚いパンもいいけど、こうやってもう8枚切りなんですけど、サクサクしとっていいわな。うん、美味しいです。すごいな、今まで食べたマルシンハンバーグの中でこれ一番美味しいかもしれない。一番美味しいかもしれない。電子レンジでチンして袋の中に、その30秒ぐらいの話ですけどね、やっぱエキスが出ていってるんですよ。それかな、これすぐそのまま焼いてるからかな、丸ごと。その可能性はあるね。まあ今日の目玉焼き卵もこんなにまで美味しそうに焼けて、この、いやもう目玉焼きだけ見てほら、どうですかこれ、素晴らしいじゃない。卵1個食べると元気出るから、卵1個食べれば正直他のこれ何もなくても一日元気に暮らせますか。それぐらいのもんですよ卵は。僕は知っておった、子供の頃から卵が強いっていうのは。ニンニクちょっと玉ねぎと炒めて乗っけてもよかったかもしれない、美味しかったかもしれない。ニンニクあるからね。あ、よく考えたらフォアジャオラージャンとか業務スーパーの瓶ですもん、まだたくさんあるんだ。あれでやってもいいな。玉ねぎピーマンじゃなくてエリンギ、しいたけ、きのこ類、アスパラ、どれもこれも美味しそうだ。まあ美味しくない食べ物にめったに出会わないからな。そういった意味では、そういった意味ではそうなんですけど、いる口の中に、ああ炭酸水も好きだけど、久しぶりにあれ復活しましょうか、健康茶。
ね、お茶葉っぱごと飲む、あの健康茶、うん、あんまりいいかもしれないな。あとあれか、それか、それかあれだ、体健やか茶ダブル、あれだわ、あれがいいかもしれない、うん、体健やか茶ダブルがいいかもしれない。内緒記事もダブルが好きですから、うん、あーそれもちょっと考えよう、その方向性もちょっと考えます。ミスター健康のミスター健康木島の朝ごはんでした。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、また明日。